マッテンです。高校数学両問演習第21問目になります。前回までで図形と三角比の融合問題を終えて、今日から場合の数と確率を何問かやっていきたいと思います。今日は特に場合の数ですね、何通りあるかっていう問題をやっていきます。まだ問題考えてない方はですね、必ずここで動画を止めていただいて、自分でチャレンジしてみてから解説の方に進んでいただけたらと思います。では解説始めていきたいと思います。確率に入る前にですね、場合の数というのものを演習しておきたいと思うんですけれども、今日のポイントは円順列と樹樹順列ですね。何回かむかよくわかんないんですけれども、樹樹順列ですね。はい、こちらを今日のテーマとしてやっていきたいと思います。で、言葉で覚えてもしょうがないので、どういう順列を扱うかっていうと、一つが円形に並べる順列ですね。で、これ何が特徴的かというと、回転して同じになるものを一つとしてカウントします。具体例で言うと、何人かの人がですね、テーブル、円形のテーブルの周りに座るような形ですね。これも結構こんがらがる方多いと思うんですけど、これ日常ではありえないんですよね。回転して同じものを一つとカウントって。なぜかというと、例えばレストランとかに行って、中華とかでですね、円形のテーブルありますよね。なんですけど、こう部屋があって、この4つの壁がですね、すべて等しいっていうのはなかなかないですよね。で、しかもこの4つの壁が全部等しくてもですね、例えばここに座るのと、ここに座るので、部屋に対する位置っていうものも考えてみたときに、6人がですね、回転して座ったときに、それを同じ座り方だとカウントするかって言われると微妙ですよね。なので、現実世界ではですね、回転して同じものを一つとカウントしない。例えば、6人友達で中華食べに行って座り方決めるときに、例えば A、B、C、D、E、F 君が、こう座っているのと、これが60度ずれて、A、B、C、D、E、F 君が、座る座り方っていうのは違いますよね。なので現実世界では一つとカウントするっていうのはちょっと非現実的なんですけれども、数学の問題ではですね、こういうふうに円形に座ったりですとか、円形に並べたりするときっていうのは回転して同じものを一つとカウントしますということになっています。でさらに樹樹順列の方はですね、どういう特徴があるかというと、ひっくり返せる順列ですね。今の中華料理のテーブルで考えると、この中華料理のテーブルっていうのはひっくり返せないですよね。なので樹樹順列っていうには当てはまってこないんですけど、例えば名前の通り樹樹ですね、6個の石を使ってなんかブレスレットみたいなの作りますっていう時には、これ裏表ひっくり返せますよね。で、裏表ひっくり返して同じになるもの、つまり線対称のものですね、この線を通して左右が対称のものっていうのはひっくり返すと同じになってくるので、こちらを一つとカウントして排除していく必要があります。で、この線対称のものっていうのは上の回転して同じものには入ってこないんですよね。例えば ABCDEF っていう石を使って、6個の石を使ってブレスレットを作るときに、この左右対称形ですね、こっちのブレスレットっていうのは左のものと左右対称なんですけれども、左をいくら回転しても右にはならないですよね。なのでこの2つについてはですね、円順列では2つとカウントするんですけれども、樹樹順列では1つになるよっていう話です。なので樹樹順列の方はですね、回転して同じになるものも排除しないといけないですし、かつ線対称なものも排除しないといけないっていう、より難しい問題になってきます。これは皆さん教科書とか応用問題集でやったことあるかと思うんですけれども、基本的な戦略ですね、この何通りあるかっていうのを計算する戦略としては、円順列は1人固定と、1つもしくは1人固定して考えることで、回転して同じになるものを消すことができます。樹樹順列については線対称になるものを排除するので、基本戦略としては2ではあるというのが考え方になりますが、それでも対応できない問題っていうのがあるので、今日それをやっていこうと思います。では一つ目の問題ですね。7人、男子が4人、女子が3人いるとき、この7人がですね、円形に着席する座り方が何通りあるかっていう問題です。これは至ってシンプルでですね、先ほどの考え方通り進めればいい話になるんですけれども、1人を固定します。これ別に男子女子どっちでもいいんですけど、7人これ、区別されているので、
まあ、基本的に男子とか女子とか人が出てきた時はですね、区別できるものとして考えます。まあ、よく石とか玉とか出てきますけど、これは区別ができないって考えることが多いですね。まあ、これは問題文で与えられてなかったりするので、まあ、当然のものとして考えて OK です。ですので、まあ、7人、違う人がいてですね、その中から1人固定すると、例えば A 君をここに貼り付けますよね。そうすると残りの6人を適当にこの6席に並べてあげると、A 君が固定されてるんでですね、これと回転して同じになるものっていうのは出てこないことになります。回転すると A 君どっかに飛んでっちゃいますよね。なので A 君を貼り付けたことによって、この6人を自由に、まあ、1列に並べるときと同じようにですね、並べてあげると、回転して同じものっていうのがその中に出てこないことになります。なので1人固定するんですね。ですので6人の1列の並び方と同じ計算で、最初の人が6席あってどこに座るかで6で、次の人が残りの5席から選ぶと。で、4、3、2、1ということで、6の階乗ですね。で、720通りと答えを求めることができます。では、括弧にですね、女子が隣り合わないような座り方。さっきは、7人、まあ、特に条件なくですね、7人どっかに座ってくれっていう方法で座らせたんですけれども、今回、座り方に条件がついていて、女子が隣り合わないってことは、男子の隙間に入ってくるような形になりますね。隣り合わないっていう問題の時はですね、先に条件が発生しないもの、今回で言うと男子ですね。男子に先に座ってもらいます。で、男子を座らせた後でですね、男子の間に隙間ができますよね。この隙間に対して女子が一人ずつ入ってくるっていう考えます。まあ、なので、男子が座った状態でですね、女子がどこの間に座りたいか、もしくは許容できるかっていうのを考えるっていう、まあ、選択肢が女子にある問題ですね。なので、この順序で考えていきます。で、まず男子を4人座らせたいんですけれども、これは括弧1の考え方と同じで、回転して同じになるものを省かないといけないので、まあ、1人、例えば A 君を固定しますよね。で、残りの3人の並び方っていうのがさっきと同じで3の階乗で6通りと分かります。で、ここで男子が固定されました。で、ここに対してですね、女子が3人ですよね。で、今、男子の隙間っていうのが、ここの赤の矢印の通り、4つあるんですけれども、この中に3人が入ってくるイメージです。まあ、ですので、隙間が4通りあって、その中から3人が入る隙間っていうのを3つ決めないといけないので、隙間の選び方ですね。まだ人は入ってきてないです。隙間の選び方っていうのは 4C3、4つから3つ選んでくる場合の数ですね。で、C の計算でですね、ここの数字がですね、左の数字の半分よりも大きいときは、これ引き算してあげて、4-3で1として、右側を計算しても同じ数になるので、これを計算してあげて4通りです。まあ、言葉で言うと、4つの隙間から女子が入る3つの隙間を選ぶので、まあ、入らない1つの隙間を選ぶって考えて4通りですね。はい、これによって、入るところがわかります。まあ、この時点でですね、例えば、ここと、ここと、ここに入るって決めた瞬間に、この2人の男子はですね、隣り合うことが確定します。で、最後ですね、今入るところが決まりました。まあ、例えば、この3つに決めたとしますよね。で、残念ながら、この2人の男子は、隣り合わせっていうことが確定したんですけれども、この隙間に対してですね、女子3人の入り方っていうのが、まあ、A さん、B さん、C さんっていうのがいたときに、A さんが入る選び方が3通り、B さんが入る選び方が2通り、で C さんが1通りと、でまた3の階乗あるので、女子の入り方っていうのが6通りあります。まあ、これ誰が最初にその隙間を選ぶかっていうのは、この3人の中でバトルがあると思うんですけれども、まあ、そこは置いといてですね、 ABC の順に選んでいって、 3×2×1 と、で6通りと分かります。で、今調べたの3つ全てですね、独立しているので、まあ、独立しているっていうのはどういうことかというと、男子の座り方っていうのが6通りでしたよね。で、この6通りの一つ一つ全てに対して、女子が入る隙間ですとか、女子の入り方っていうのが4通り6通りかかってくるので、この 6×4×6 としていいよっていう、まあ、掛け算ができるっていう状況になってきます。まあ、積の法則ですね。難しく言うと。ですので、これ計算してあげて144通りと求まります。はい、では、2番目ですね。問題を確認すると、黒が4つ、白が2つ、赤が1つを使って数珠を作ると。
計7個の球を使うんですね。で、この時数珠が何通りできるかっていう問題なんですけれども、まあ、さっき触れたみたいにですね、人間が出てくる場合は区別するものとして考えるんですけれども、玉とか石が出てくる時っていうのは、この例えば黒玉4つっていうのは、この4つの、区別がないよっていう、全く同じ石が4つ登場するよっていう、考え方をぜひしてください。で、この問題どう考えるかというと、区別がないものが出てくるような円形の並べ方っていうのはですね、個数が少ないもの、まあできたら1個のものを固定すると楽ができます。まあ、今回で言うと赤が1つですよね。なので赤を固定すると楽に計算することができます。これは結構問題集にも書いてある話なんですけど、なんで赤を固定しないといけないかっていう話をしたいと思います。ちなみにですね、黒で固定してしまうと何が起こるかっていうと、例えば1つ黒を固定しますよね。で、そうすると残りの6つの並び方を考えてですね、例えばこの左のような並び方が出るかもしれないし、右のような並び方が出るかもしれないですよね。まあ、なんですけれども、この固定した黒っていうのがですね、残りの3つの黒と全く同じなんですよね。なので、この2つの並び方が出てきた時に、実はこの2つっていうのは全く一緒ですよね。つまり固定したんですけど、この黒っていうのを他の黒と区別できないのでですね、この回転して同じになるような2つの組が出てきたりします。いいですかね。まあ、固定してるはずなんですけど、なんか気づいたら、回転して同じ形が出てきてるみたいな感じですね。なので面倒くさいと。ただ一方で1つしかない赤で固定してあげるとですね、赤って1つしかないですよね。なので他に同じものがないので、赤で固定してあげることによって、回転して同じものが出てこないと。回転しちゃうと赤がどっかに飛んでっちゃって固定が外れてしまいますよね。さっきの場合は回転しても違う黒が入ってきてしまうので、回転して同じ形っていうのが出てきてしまうんですけれども、赤で固定すると回転の話がなくなるので考えやすいっていう、これが理由になります。で、実際解いてあげるとですね、赤玉を固定すると残りが黒が4つ、白が2つですよね。なので6つの場所でですね、黒4つ、白2つを入れるようなイメージですね。で、もう回転は意識しなくていいので、もう1列で並べるのと同じ考え方をすればよくて、まあ、ここでは白が入る場所っていうのを決めたら自然に並び方が決まるので、それで計算してあげてます。で、答えが15通りですね。で、ここで前半戦が終了します。で、今回問題になるのがですね、ひっくり返せるんですね。つまり数珠順列となります。今計算したのは、回転して同じになるものを排除したっていうところまでやったんですけれども、まあ、ひっくり返して同じになるっていう対象形の場合をまだ考えてないですよね。例えば例としては、今赤を固定したんですけれども、残りの6つのスペースから2つのスペース、白を選びましたよね。で、この2つっていうのは、違うものとして、さっきの15通りの中には2つとも入ってるんですよね。なんですけれども、今回数珠なので、例えばここを軸として、パタンとひっくり返してあげるとこっちになりますよね。なので、この2つっていうのは同じ数珠ですっていう扱いをしないといけません。なので、まあ、数珠順列のですね、基本的な考え方の通り、まあ、2で割りたくなりますよね。2で割ったらこの2つ入っているものが1つになってくるので、答えになりそうなんですけど、答えさっき15通りだったんですよね。これ2で割れないですね。じゃあどうしようかっていう話になってきて考えないといけないんですけれども、まあ、実はですね、この15通りの中に、そもそもですね、その数珠自体が線対称になっているものっていうのがあります。つまりどういうことかというと、この15通りの中にはですね、2パターンあって、その数珠自体がですね、非対称になっているもの、さっき見たような形ですね。これというのは必ず対称になっているペアがあります。ちょっとややこしいんですけど、ぜひ整理して考えてみてください。この数珠一つ自体はですね、線対称になってないんですよね。なんですけど、これをパターンとひっくり返したような形っていうのが、この15通りの中に必ず入ってきます。まあ、ペアがあるっていうイメージですね。こちらについては、さっき考えたみたいに2で割って、この2つは同じ数珠なので2で割ってペアを解消する必要があるんですけれども、そもそも数珠自体が線対称になっている時ですね。これはこの15通りの中にそのペアがないんですよね。もうこの1つしか入ってきません。なんでかっていうと、これひっくり返してあげても全く同じ形ですよね。なので、これは一通りとして、さっきの15通りの中に入ってきています。なので、こっちは割る必要がないんですよね。
ですので、やらないといけないことは、この15通りの中でですね、非対称のものが何通りあるか、そもそも最初から対象になっているものが何通りあるかを計算してきて、こっちに関しては2で割ると。で、こっちに関しては割る必要がない。と考えてあげる必要があります。まあ、基本的には線対称のものを考えるのが早いので、こっちを考えたいんですけれども、線対称のものですね。今赤を固定していて、この軸で考えています。で、線対称になるものが実は3つしかなくて、白玉が2つなので、少ない白玉で考えてあげると、白玉がここの上の位置で対称になっているケースと、真ん中の位置で対称になっている、で、下で対称になっている、このケースしかありません。まあ、白玉が2つ左に来ちゃうとですね、線対称には必ずならないので、右が全部黒になってきてですね、ですので、この3通りが線対称となります。ですので、さっきの整理で言うと、こっちが3通りですね。こっちが12通りになってきて、12割る2、プラス3で求めることができます。で、計算してあげると9通りですね。こちらが答えになってきます。まあ、くれぐれも15割る2で7.5通りと答えないように気をつけてください。では最後です。赤玉がなくて、黒4つと白3つというパターンですね。1つしかない玉がないですね。なので頑張るしかないんですけれども、これはですね、数えるのが一番確実です。まあ、さっき見たみたいにですね、1個ではないものを固定してしまうと、こういう、まあ、固定したのはいいんですけれども、回転して同じものが入ってきてしまうって、すごく話がややこしくなるんですよね。ですので、回転で同じになるもの、ひっくり返して同じになるもの、というものを避けつつ考えるとですね、分け方としては、今回白が3つなので、より少ない白で考えたいんですけれども、白3つが固まっている数字っていうのはこの1パターンしかないですよね。例えば白3つがここら辺の横にあってもですね、これ回転してくるとこれと等しくなりますね。で、2つ目が白2つが固まっている数字のパターンですね。それについてはこの2つを固定してあげて、で、白2つだけが固まっているので、この左右は黒と決まりますね。そうすると残りの3つの中で白を1つ置いてあげたらいいんですけれども、ここに2パターンあります。ここに置いてあげるケースと、ここに置いてあげるケースですね。で、この2つはひっくり返しても回転しても重ならないので、違うパターンとしてカウントします。最後、白が固まらないような数字ですね。このパターンは実は1パターンしかなくて、白で黒っていう、ここまで確定するんですけれども、残りの4つのスペースに白を2つ固まらないように置くっていう置き方は実は1通りしかないです。まあ、こう置いてもいいですし、こう置いてみてもいいんですけれども、この2つっていうのはですね、実は回転すると一致するので、ぜひご自身で確かめられてください。ですので、白の塊がないものについては1通りと。で、白3つが固まっている数字が1パターン。で、2つが固まっているのが2パターン。で、最後1パターンなので4通りと求めることができます。はい。では最後に探究問題。ちょっと不思議な話をしたいと思います。さっき黒玉4つ、白玉3つで数珠を作った時に何通りできるかっていう話をしました。で、これ、ちょっと別の解き方を考えてみたいんですけれども、それぞれたまにですね、区別があると考えて、まあ、つまり番号がついていると考えますよね。黒1から黒4、で、白1から白3と。で、区別がある玉だと考えて、数珠順列を計算すると、最初で見たみたいに、1つ固定して、例えば黒の1とかを固定して、残りの6個を並べる、6の階乗。で、それを2で割ってあげると、今回7個すべてに区別があるのでですね、この円順列の中で左右対称になるものっていうのは存在しないので、2で割ってよくて360通りと求まります。ここまでは OK です。で、今回問題では区別がなかったので、ここの360通りからですね、区別をなくしてあげます。そうすると、黒玉については4つを区別していたので、4の階乗で割ってあげて、白玉については3つ区別していたものを全部同じだと考えるので、3の階乗で割ってあげると答えが出るかなと思います。もともと区別がなかったものに対してですね、番号をつけて区別してカウントしたので、その区別の付け方っていうのが3の階乗パターンあったんですよね。123の番号の付け方で。なので、逆に区別をなくす時っていうのを3の階乗で割ってあげる必要がありますよね。なので、まあ、割ってあげたら答えが出るかなと思って計算すると、2.5通りっていう理解不能な数になります。なんか考え方は
パッと見合ってそうなんですけれども、まあ、何が間違っているかっていうのを指摘してくださいっていう問題ですね。じゃあいかがでしょうか。まあ、答えはですね、結構いろいろあると思っていて、たくさんまずい点があるんですけれども、まあ、私が思いついたものを2つだけ紹介したいと思います。で、1つ目はですね、まず数字順列、最初に360通りって出したときに、1つ玉を固定してますよね。例えば白玉の丸1っていうのを固定して考えていたとすると、ここですね、例えばこれが白玉の1だったとして、これを固定していたとします。で、ここを固定して残りの6つを並び替えていたんですけれども、並び替えを計算して、で、その後ですね、この3つの白の並び方を消去するために3の階乗で割ってますよね。なんですけれども、この並びを見たときにですね、この丸1っていうのが固定されているので、この3つの白玉の並び方っていうのは213か312しかないですよね。この2パターンしかないんですけれども、3の階乗で割ってしまっているので、割りすぎだっていうのが1つ目の問題点ですね。つまりここを固定してしまっているので、なので丸1がここに来ることはないんですけれども、この白玉の3つの並びですね、この並び替え3の階乗で割ってしまっているっていうのが1つ目の問題点になります。なのでその分答えが小さくなってしまってるんですね。割りすぎだっていう、本当は2パターンしかないはずのものを6パターンあるとして割ってしまっているので、答えがちっちゃくなってしまってるよっていうのが1つ目の問題点です。で、もう1つはですね、この360通りっていう玉の区別をした数字順列の場合の数ですね、この中には例えばこの2つっていうのが含まれます。黒1234っていうのがこう並んでいるようなパターンですね。これと1234っていうのをずらして、ここに並んでいるパターン、これなんで2つとも360通りに含まれているかっていうと、今ここの例えば白玉丸1っていうのを固定しているので、ここを固定してみたときにこの2つっていうのは回転しても重ならないですよね。ですのでこの2つは360通りに含まれているんですけれども、これを4の階乗、3の階乗でも割ってますけれども、黒玉の並び替えの4の階乗で割っているので、この 2.5 通りっていう求めてしまったやつの中にはですね、この 1234 の並びを取ったこの黒4つの並びが出てきているはずですね。なんですけれども、まあ、見たら分かる通りですね、この2つっていうのは実は同一のものですよね。回転して同じになります。まあ、ですので回転して同じになるものもこの 2.5 通りっていう中に含まれてしまっているっていう意味で、答えが実際のものより逆に大きくなっているっていう問題点もあります。1番目の問題点では答えがちっちゃくなっていて、2番目の問題点では答えが大きくなっていてですね、その2つのバランスによって 2.5 っていう場合の数が出てきてしまっているんですけれども、まあ、その他にもいろいろ問題点あると思うので、ぜひご自身でも確認していただいて、もし何か別の問題点を思いついたらですね、コメントなどでもいただけたらとても嬉しく思います。まあ、2.5 通りが出たから違うっていうのを考えるのではなくてですね、そもそもどういう考え方が違ったのかっていうのを考えてみるとですね、数学の思考力がどんどん上がっていきますので、ぜひ頑張ってみてください。明日は重複組み合わせ、重複順列扱っていきたいと思います。では今日もお疲れ様でした。